さんのステージになります。よろしくお願いします。ということでこちらでまた演奏させていただいております。こちらにいらっしゃる2人の可愛い津軽三味線を弾いておられるお二人がキキという、はい、ユニットで活躍しておられます。はい、そして私は、忍笛笛だけどことちゃんということで皆さん覚えて帰ってください。今日はよろしくお願いいたします。はい、まず一番最初はいろはという、タイトルでですね、私の作ったオリジナルの曲でございました。続くお届けしたいと思いますが、普段はですね西洋楽器と一緒に、例えばギターとかピアノとかそういう楽器と一緒に演奏しているんですが、三味線とねこの五拍子の曲をね、あ、うまくできるものなのかしらということで今日はね挑戦でございます。はい、うまくいきましたら皆様ぜひ拍手をいただければありがたく思います。それでは最後に龍の目覚め、そして、この後キキさんはですね、先ほど演奏していた大田和さんというね太鼓の方と、そして、尺八のタクちゃんと、また4人でこちらでコラボレーションが待っておりますので、そちらも楽しんでください。私はこの後毘沙門天の方に移動しまして、講談師の田辺銀也さんとですね、美人古事記というですね古事記のお話を2人でやってみたいと思いますので、お楽しみください。それでは最後、龍の目覚めお聞きください。
一度拍手をお願いします。